ははい、こんにちはレトスノーノです2月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます他人と比べなくてもいい比べるべきは昨日の自分昨日わからなかったことが今日わかったのであればそれは一歩前進した証拠です一見地道なことに思えますがこの積み重ねが合格を作り出すんですね なので今日も一日頑張っていきましょうそれでは問1に入ります借家人 B が O や A に無断で借家を転退しても A に対する配信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは A は賃貸借契約を解除できない丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください答えは丸ですね 大家 A に対する配信的行為と認めるに足らない特段の事情があるということは、配信行為とは認められない事情があるってことなんですよね。ここを言い換えると、配信行為はないよってことなんですよ。つまり、配信行為がないから、大家さん A は契約解除できませんよ。よって、答えは丸になるということです。で、この配信的行為って何なのか。これは簡単に言ったら裏切り行為なんですね。 つまり問題文を見ると裏切り行為はないと書いてあるんですよ王や A に対する配信的行為と認めるに足らない特段の事情がある認めるに足らないってことは認められないってことなんですつまり配信的行為と認められない事情なんですねつまり裏切り行為とは認められない事情があるということなんで裏切り行為はしてないよって話ですだから王や A は解除できませんっていうことなんですね それがこちらの下の部分ですね。配信的行為と認められない場合、つまり裏切り行為とまでは言えない場合は解除できないと。一方、配信的行為と認められる場合、つまり裏切り行為と言える場合は、無断転退を理由に解除することができると。大家さんは解除できるよってことですね。まあ、これ判例なんですけども、まあ、常識的に考えたら納得いく内容じゃないのかなと思います。で、ここでですね、えー、裏切り行為ってじゃあ具体的にどんな内容なのと。 いうところまででは考えなくても大丈夫です。あの理解学習を勘違いされている方っていうのは何でもかんでも理解しようとするんですね。でそれは実は違うんですよ。理解すべきところは理解して理解しなくていいところは理解しなくていいんです。そして今回の裏切り行為の具体例ここまでは別に理解しなくてもいいです。理解すべきなのは言葉の意味ですね。今回でいうと、配信的行為と認めるに足らない特段の事情がある。 これどういういい意味なのか、今何回も言返ししましたよね。そういった内容をちゃんと理解するってところが理解学習の一つになりますので是非行っていきましょうでは問い2ですね A が転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも売り主が国その他宅地建物取引業の適用がないものに限られている時は A は免許を受ける必要がない丸かツかという問題です。 答えはですね。A は免許を受ける必要があります。で A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけどもそういったものから購入するつまり国。 地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行うということになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。 国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので、宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この1点っていうのが重要なんですよね。 ここで引っかかっていって失点する方っていうのは引っ掛け問題でもう3点4点も失点するんですよで。そうなってくると大体不合格なんですね。で引っ掛け問題に引っかからないためにも考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば 引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。じゃあそういったところを個別市場ではお伝えをしております。で、問い3ですね。開発許可の申請書には、開発区域内の土地、または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。丸か罰かという問題ですね。で答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には、相当数の同意、 これを得たことを称する書面を添付しなければなりません。つまり、相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということですで。相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけども、ここまで考える必要はありません。そのまま相当数と覚えれば大丈夫です。 で、でで無駄なな知識っていいいいうのはできるだけ頭に入れない方がいいです。まあね、気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね、調べる方いると思うんですけどもそこまで考える必要はなくてもう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですね。これがもう合格への道です。何でもかんでも理解しようとするともう逆に非効率になっちゃうんですよ。 理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですねで今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいのでもうそのまま相当数と覚えちゃいましょうえ今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました明日も動画アップさせていただきますのでえご覧いただければと思いますレドスの小野でした